どうも皆さんこんにちは、ミラです。今回は永遠の命を求めてフェニックスを倒す、まあ、ボス戦ですね。やっていきましょう。行くぞ。治療山脈マカロマウンテン。大丈夫かな、ここ。今回は壊れなくてほしいんだけどな。射精。チャップに先を越させるわけにはいきません。そうか、まだチャップが先行ってんのかもしれないか。永遠の命を私が手に入れます。お、シンデレラがいる。謎の扉、ミステリーゾーン、何かが起きる。え、シンデレラがいるよ。何が起こるんだろう。先行けないよね。ボソボソ回復。あ、回復。あ、出れるのか。なるほどね。おお、ようやく見つけた。結構迷ったよ。あ、もうフェニックスに着いたんだ。戦えるかな。結局あんま強い武器持ってないんだよな。フェニックスっていうか鶏、見た目が鶏だぞ。よっしゃー、やっていくか。うおー、すげえ。灼熱のゴッドハンド、やば。あんまダメージ入らなかった今。よし、必殺技溜まってるけど。うおー、マジかよ。どうしようかな。必殺技使いたいけど、ちょっとタイミングが分かんないな。うわー、めっちゃ強そう。今だ。あ、ダメだ。いけ。あー、ダメだ、外した。ちょっとこいつに当たんないんじゃないかな。難しいよね、結構。うーわー、ちょっと負ける気してきたぞ。ちょっと武器変えるか。ちょっと弓矢に変えたかったんだけどな。ちょっと、うわ、斧はなおさら当たんねえこれ。うわ、あれ武器変わんない。ほら、よし、ようやく入った。いてててててて、いやー、気をつけてください。何が来るんだ。まだあそこに残っていますよ、生ゴミが。何だった今のは。とりあえず無事みたいだ。ここは一体さっきのあのチャップの、私マカロマウンテンにいたはずでは。ちょ、場所が変わっちゃったのかな。ちょ、先行ってみようか。なるほど、これはゲームという技のようですね。ゲームとは心に眠る傷を幻として見せる技ということは、ここはまさか。よし、行こう。いらっしゃい。ちょっといいですか。なんだ、
この世界についてなんですが。いらっしゃいませ。こんな森は私の記憶データにもありません。このゲームはあなたの過去ですか？ビララは記憶喪失と聞いていましたが、初めて聞いたよそんなの。思い出したんですね。うん、ビネガーに故郷の村を、うん、そうでしたか。誰だダークドラゴン。やばい、ドラゴンが近くまで来てるようです。今はとにかくこのゲームから抜け出しましょう。いや、いるじゃん目の前に。何なんだこいつら。戦うか。ドラゴンはちょっと強そうだ。しかも3体だし。よし、まあでもまあまあ戦えてるぞ。あ、やばい、シルフィーやられたんじゃない。うわ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 、あんなど真ん中でやられるんだって。あれ、あ、押してる今 A ボタン。カムバック押せてんのかなこれ。カムバック、よし、カムバック。うわ、結構時間かかるこれ。うわ、ちょっと待ってくれ。お、ピーターパンもやられてんだけど。ちょっと味方がさ、足引っ張りすぎじゃない。あれ、ちょっと待って。あれ、なんか全然味方復活できないんだけど。あれ、 A ボタン押してるよな。うわ、マジかよ、これ勝てねえじゃん。ちょっと待って、味方やられちゃうとちょっと無理ゲーかすんな。うわ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 、うお、マジかよやられちゃった。お、お宝部屋、いいじゃん。一個だけかな、もしかして。これに行こう。ホリデーイヤリング、あ、全部もらえるんだ。すごいの来ちゃう、セクシー。なんだこれ、ウッドナイフをゲット、レアアイテム。よし、あ、まあまあ良かったんじゃないかな。さあ出るか。おお、もう到着したんだ。よし、じゃあ戦っていきますか。今回で決める。妖怪ウォッチでいうところの経験値玉みたいなやつが溜まってたんで全部使ってきて、もうレベルが4ぐらい上がってきたから、もういけると思う。よし、行くか。おれー、バトルアックスっていうのかな、これ。斧が結構ダメージあるから、なるべくこれ使っていきたい。行くぜ。おれ、あ、今ダメージ入ったのかな。痛い。ふっ、結構ダメージ入る。避けて。うわー、床ダメージきついな。きた。で、この先でドラゴンをやっつけなきゃいけないんだな。ドラゴンで負けちゃったんだよね、さっき。あざす。よし、来た。味方がやられるとまずいから、なるべく早めに。もう攻撃力すげえ上がってる。おら、くれ。いや、でい、お、いや、一人やっつけたな。痛い。おら、しゃあ、やっつけた。あと一人。くれ、この野郎。あともうちょいなんだけどな。あー、使えなくなった。よし、やっつけた。やっぱレベルが上がると違うわ。さあ、この後にさっきのあのフェニックスと戦うイが待ってる。でもう4回ぐらい戦ってんだけどあいつがやっつけることできない。さあ、そろそろ
った。しかも体力全回復してると思う。よいしょ。こにゃろ。入らなかった今。食らっとけ。もう141入る。ほい。ちょい。避けられない。ああ。不滅のビッグバン。いやーやばいの来る。これ結構やばかった。味方なんかどうしてもやられちゃうような気がする。あ、今回避けてくれた。よかった。ふっ。痛い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 。あ、こっち来る。おお、来た。やばい。オッケー。この卵をぶっ壊す。来たー。うわー、斧で、斧でこの必殺技使いたかった。うわー、でも結構ダメージ入ったね。よっしゃ、今ピヨってるよ。ふっ。あともうちょいだ。やばい、切れてるよ。ふっ。ん、ちょっと味方まずいな。味方回復して。いてててておい。きょまずい、まずい、ちょっとさっきから狙われてる。ふっ。痛いよ、痛いよ。ちょっと動き早くなったね、ずいぶん。ちょっと待てよ、ちょっと待て。うわ、やばい、それやばい。味方はまんねや、誰か。あ、よかった、避けてくれた。いででででで、それ反則でしょ。よいしょー。あともう一発ぐらいかな、これようやくやっつけることができる。ほんとおらや、ようやくいった。お、レベルアップした。じゃあ戻りますか。いやーもうこのクエストもう1時間半やってた。もう今までの中で最長だったな。もう任天堂 3DS が熱持ってやばいことになってる。しかしお金は全然たまんなかったな。トレジャーランクがあレベル5になったね。よっしゃー、もらったー。いやー、ようやく手に入った。これでメローラ姫とケッケキは俺もいるんだけどな。そんなチャップさんがショックで倒れたでごわす。あらら、ご愁傷様。チャップには悪いですが、姫と結婚するのはこの私です。完全に俺のこと忘れてる。っていうかロボットでも姫と結婚できるのかしら。ありがとうございました。本当に助かりました。お礼と言っては何ですか。いやいやいや、あなたのために必要な時力を貸してもいいですよ。なんで上目線なんだよ。あ、しかも助かるよといいのしかないんだけど、うん、ようこそいらっしゃいました。スナック登録できるんだね。ピノキオ役に立ったかな。僕の中ではお供モンスターのシルフィーが激アツだったんですけどね。それにしても、いやー、なんて最高の日なんだ。かかとそんなにすごいいいかな。王様、永遠の命を持ってきました。これでメローラ姫の病も。おー、ちょうどいいところに。実はそのメローラの病じゃが、わしの勘違いだったようでの。ほれみ、この通りじゃ。ちょっと食べ過ぎちゃってお腹が苦しかったの。そんなメローラ姫、何事もなくてよかった。じゃなくて、命がけで永遠の命を手に入れてきたんですよ。せめてかかとくらい見せてくれても、それぐらいは見せてくれんじゃないかな。しかしこれ、ラベルにゾンビパウダーと書いてあるようじゃが、
永遠の命ってまさかゾンビとして生きられるパウダーってこと？やだ、私ゾンビにされちゃうとこだったの？そのようじゃな。これじゃあちょっと褒美は。あー、ぶっ壊れた。もしかして壊れちゃった？どうしたんじゃミララ、様子がおかしいようじゃが。あー大変だった。お主の故郷は、ホイップソンという村か。ホイップソン、どこかで聞いたような。まあいっか。しかしビネガーエンタープライズに焼き払われていたとはな。それでもミララ、お主これからどうするつもりじゃ。ビネガーを倒すしかないね。分かったぞ。そうか、しかし無茶はするでないぞ。よくわかんないけど大変そう。頑張ってね。あー、これで終わりましたね。ちょうど5時間。